はい、本日は PC ゲームバレンティーノロッシザゲームに入っている MotoGP シリーズ Moto2 チャンピオンシップバルダッサーリ編第11戦チェコブルノサーキットを取っていこうかなと思います。はい、天候の方ですね、ライトレインということなので、降ったりやんだりという感じが続くのかなというところでしょうか。まあなんて言うんでしょうね、やっぱり前回のオーストリアグランプリのね成績を見ちゃうとんってなっちゃうんですけども、やっぱ走り慣れてる慣れてないっていうのはいろいろあるかもしれませんね。で1位取れるそのコース取りとかブレーキングタイミングとかそういう経験がねあるとないでは大きく違うのかなというところが、ブルノ走ってて思ったところが、ブルノもブルノも難しいんですけどね、難しいんですけど、オーストリアに比べたら全然楽しいぜっていうね、そんな感じの、ウォーミングアップ、フリープラクティスになってるというような感じでございました。今日もですね長いレッスンになりますので、時間があるときにゆっくり見ていただいて、用事ができたら用事の方していただいて、眠たくなったら寝ていただいてというようなのんびりスタイルで見ていただければと思います。それではですね早速準備の方で、してですねレースの方に行ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。さあ第11戦チェコグランプリブルノサーキットのレースが、始まるんですが、ちょっとですね、ゲームと関係ないところでトラブルが起きてですね、今回ですね、コマ飛びと音声ズレがちょっと結構激しくてですね、そこが困ってしまっているところでございまして、今見ながらモニタリングしながらやっているのは、音声切ったりして調整をしているんですけども、ワイプの方がねどうしてもズレがひどいのでちょっとご了承いただければなというところですね。難しいですね、 PC ゲームとかこのゲームのキャプチャーっていうのはズレちゃうとねまるでなんかわけのわかんないやつになっちゃうんで。さあでは11戦チェコグランプリブルノサーキットスタートになります。今回はですねフリープラクティスで 1.5 秒差あったので、予選走らず最後尾スタートからの、レースとなります。でいつも通り、トラコン等々は全部切っている状態でございます。今ちょっとコマ飛びしましたね、これも本当ね困っちゃうんだよな。でねワイプの方がねもっと飛んじゃってるんですよね。これちょっと後で PC を見直さなきゃいけない感じなんですけども、もうちょっとねいや終わっちゃレースが終わっちゃってるのでどうしようもないという感じですね。さあ現在、1周目まだ、序盤なんですけどもポジション11番手という感じになっております。でワイプの方がねめちゃくちゃなんですけども、もう無視していただいてという形で見ていただければいいんじゃないかなと。ちょっと未来が見えちゃってるのが気になりますね。さあ中上くんがここにいまして、前にモルビデリ、リンス、まあいつもの4人衆ですね。でここにあホルガーも前にいるのかなということで、ほぼリアルモト GP と変わんないいつもの4人衆という感じですね。ローズもいましたね。さあ今回早いですね、もう後半行く前に1位を取ってしまっているのでこればかりはどうしようもないですね。雨の日タイヤも選べないので、そうこれがねちょっと残念なところで、できればソフトハードぐらいは用意してほしかったなっていう、インターミディエイトっていうのはいらないとしても、その設定するのがね難しいとしても、ソフトハードぐらいやっといてくれると、このリアルモト GP のモト GP クラスで、やったようなそのなんて言うんでしょう、面白い展開っていうんですかね、前半沈んでるんだけど後半伸ばせるかもみたいなところとかも演出できて面白かったのかなとは思うんですけども、そういったものがないので AI と同じレインタイヤというような形でのレースとなります。さあ1周終わったところで、タイムが2分4秒、あ若干遅いですかね。いや結構飛んでますね、本当ね、ちょっとキャプチャーソフト変えないとやってらんないですね。さあここから残り18周をひたすら、一人でぐるぐる回っていくというね、結構退屈なレースになる展開なのかなというところですね。で前回は、結構なんて言うんでしょう、ゼブラ乗り上げてこけちゃったりとかっていうのもあったんですけども、まあブルノに関して言えば走り慣れてるっていうのもあるので、
まあ、バカみたいなミスさえしなきゃ、ここですね、怖いのね、こういうところに乗り上げなければ今回は点取っていうのはないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そうやって舐めてるとね痛い目あっちゃうので、まあ、最後まで集中していかなきゃいけないんですが、問題点はブルのあんま好きなコースじゃないっていう、そんなとこですね。でブルノもねやっぱりコースの感じは若干変わってる感じですね。で特にこの後ストレート終わりのコーナーですね、チェコで一番嫌いなコーナーなんですけど、ここが下がりながらなんで、オーストリアに似てるんですかね。オーストリアよりは、傾斜はきつくないんですが、若干ここら辺とかも似てて、上り切ったところでどうしてもアクセルを入れなきゃいけないんですけど、アクセル入れるタイミングを間違えると、ね、若干めんどくさいことになるっていう、ね、ところで、で後半とにかく上り坂が多いので結構スピード乗ってないと辛いところが多いですね。さあ2周目が終わってタイムの方はあんまり良くなさそうですね。さあどうでしょう、2分2秒995、まあぼちぼちという感じでしょうかね。まあ多分ね、今回はこれぐらいがベストラップになっちゃうのかなという感じですね。ただ2分を超えるんでやっぱり長いサーキットですね。なので周回数も20周という形になっているところでしょうか。でこちらブルノは、リアルモト GP に関してはモト3はまあいろいろありましたね。本当にいろいろあって、まずまた初の優勝者なんですかねが出るというね展開にもなりましたし、予選がね、なんて言うんでしょうね、晴れドライだったんですよね。予選がドライで当日が雨というような、なんかちょっと微妙な感じになったりしてたんですけども、やっぱり結構セッティング合わせるのがね大変だったみたいで、そこら辺の当たり外れがいろいろあったのかなというところなんでしょうかね。で元セリに関してはやっぱり雨の日といえばパウイということで、パウイが出てくるんですが、そのパウイもね転倒してしまうという形で、レインマスターすらもチェコはダメだったのかというような感じで、ただなんて言うんでしょう、元3でブラッド・ビンダーが、今のところ一番速い、まあリアルで言っちゃうともうチャンピオンになっちゃったんですけど、なんて言うんでしょうね、まあ強い、今年は強いライダーだったのかなと思うんですけど、雨の日がねそんなに速くないかったですよブラッド・ビンダーは。なのでドライだったら本当に早いんですけど、雨だとちょっと不安みたいな感じだったビンダーが、まあ、ずっと、上位グループ1位2位を争うようなポジションにいて、で結構ね、中盤から終盤にかけて独走とまではいかないんですけど、2位にマクビーっていうイギリス人ライダーがいたんですよ。でその2人でもうほぼ2位以下をものすごい突き放した感じのレース展開をしてて、まあ、変な話ですけど、そのマクビーっていうのはチャンピオンシップ争いにほぼ関わりがないライダーだったので、まあ、変な話マルケスみたいにね無理しないで抜かせてこけないでフィニッシュするっていう選択肢もあったんですけど、なぜか頑張ってしまったのと、あとはやっぱりその雨量がねすごいどんどん多くなってきてたみたいなので、元3はそういう環境変化があるのプラス、そのタイヤの持ちですよね、タイヤの持ちがやっぱりどんどん消耗してフィーリングが変わっていくっていうのもあったのか、途中でブラッドミリーはこけてしまうというねすごい波乱の展開がありまして、で結局は、その後ろを走ってたマクビーというイギリス人ライダーが、初表彰台なんですかね、という形で、1位を取ったという感じですね。であとチェコに関しては、ここかな、正式にフェナティが、チェコグランプリ欠場とともに、VR46 をクビになったというね、なんか近年まれに見るっていうか、見始めてからクビになっ
た、要はチャンピオンシップ争いをバリバリやってるライダーが、シーズン途中でクビになるっていうのは多分2011年ぐらいから見てて初めてじゃないですかね。そんなことあるんだっていうのもありましたし、あとフェナティはもう元3ではベテランライダーだったし、今年はランキング2位でブラッド・ビンダーをね追撃してるとこだったので、ちょっとびっくりっちゃびっくりでしたね。そんなことあるんだっていうか、フェナティは一体何をやったんだっていうねところも気になっちゃいますし、なんか一部では公式リリースされる前に来季元2に昇格するっていう話がどうもできてたらしいんですけど、それをね先にフライングで言っちゃったっていうところもあって、まあまあまあっていうような感じっぽいですけど、まあそれはね本人たちしか分かんないので、なんでクビになっちゃったのかっていうのがねいつか分かればいいんじゃないかなと思う反面、 VR46 はロッシのチームなので、まあ現役でねロッシ走ってて生きるレジェンドライダーとも言われてますけど、なんて言うんでしょう、これからもう年も年なので、おすいさんよりも年上ですしね、すごいですよね、それで現役ライダーっていうのも。まあ引退はもしかしたらその VR46 でちゃんとチームオーナーとして、今度はサーキットに出てくる可能性もあったりする人なので、なんでしょうね、まあ普通に考えればあんま喧嘩ね打っていい相手ではないとは思うんですよ。MotoGP で一緒に走っててのそのいろいろなね揉め事というか、まあちょっとしたそのトラブルとかだったら、まあそれはねライバル同士ということでしょうがない部分もあるのかなと思うんですけど、ペナティに関しては完全にもうなんて言うんでしょう、師匠みたいな感じなんでしょうかね。まあスポンサーみたいなところもありますし、走れるのはやっぱり VR46 のおかげだったっていうところもありますし、わあまた飛びましたね、結構飛んでますね。でそういった中での首なので、まあ、ちょっと不安というか、早いライダーではあるんですけど MotoGP にね戻ってこれるのかというところが結構疑問に思っちゃうところですね。やっぱり変な話ですけど、権力者に喧嘩打ってタダで帰ってこれると思うねっていうところがあると思うので、そこら辺がねいくら早くてもやっぱりその自分の力だけではどうにもできない部分っていうのは、その企業でもありますし、こういうスポーツ選手でもあると思うんですよ。当然その実力あるものが世に出るっていうのは分かるんですけど、ただその実力をね示すにあたってものすごい量のお金が動いてるので、やっぱりそのお金がねない部分才能があって、その才能が好きだからお金を出して、表舞台に立たせてあげるっていうことがこういう競技の側面でもありますし、工業的な部分でもありますし、やっぱりお金がなければどんなにね才能あったって一生日の目見ずにね一生終えることも多々あると思いますし、またその才能にね気づかずに生きて生涯を終えてしまう可能性っていうのももちろんあるので、そこら辺はねちゃんとその自分のポジションですね、立ち位置っていうのをしっかり認識した上でそれ相応の態度を取るべきなのかなと個人的には思ったりするんですよね。でフェナティ もう子供っていう年齢ではないので、正直20代半ばとかだったかな、まだ後半じゃなかった気がするんですけど、顔がねすげえ老けてるんで分かんないですよね。なのであとおせつさんも必要なこと以外は覚えないので、一選手の名前も全部覚えてないですし、年齢までって言われるとねさすがに厳しいところがあるんですけど、確かねもう20歳成人は超えてて20代中盤かそれぐらいだと思うんですけど、やっぱりね子供じゃないので、いくらそのこういうねライダーとしての才能があったとしても社会的常識がねないと、やっていけないだろうというところでは、まあちょっと痛すぎるお勉強代を払う羽目になっちゃったのかなと個人的には思ったりします。これはゲームでも何でもそうです。社会出たらどんなに自分が力あろうと才能あろうと、その力をね存分に出してくれる環境を用意してくれる人がやっぱり一番強いですし、やっぱりそういう人に対しては失礼がないようにしなければいけないんじゃない。すげー飛んでる、めちゃくちゃ飛びましたね今、ひどいですねこれ。ちょっと編集ソフト見直さないとさすがにこれはやってられん状態ですね、すいません本当に。
というような感じでございます。ちょっとめちゃくちゃな感じですね。パソコンにちょっとゴミが溜まりすぎちゃってるのかもしれないですね。ちょっとね、後でデフラグ等々してですね、もうちょい環境改善をしないといけないですね。いや、あとあれですね、なんか編集ソフトでおすすめというかキャプチャーですね、キャプチャーソフトでなんかおすすめがあるよっていうのがあれば教えていただけると助かります。多分おすすめされたの買って撮るんじゃないかなと。今はね、Steam で出てたアクションっていうわけのわかんないキャプチャーソフトを使ってるんですけど、こいつもね、なんかいろいろ微妙なので変えたいなと思うんですけど、なかなかね、ゲームはね、こういうゲームで人気があるとかね、あとシリーズものであれば、このバレンティーノ・ロシザゲームもそうですけど、MotoGP っていうシリーズものの、流れで来ているゲームなので、まあ大体ね、中身はわかるんで買う買わないって決められるんですけど、キャプチャーソフトってよくわかんないですよね。なので、なんか、見ている方で、俺これ使っててなかなかいいよ、コマ飛びしないよ、みたいなのあれば教えていただければ、ちょっと買ってみようかなと思うので、ぜひ情報お待ちしております。はい、ということで7週目に入りまして、そうですね、タイムの方がやっぱりちょっと2分2から4、5ぐらいまで幅がある感じになっちゃいますね。やっぱりね、そんな精密な操縦がお寿司さんできないので、どうしてもタイムはばらけちゃう形ですね。で、そうそうそう、まあ、社会的常識を身につけてですね、いろんなつながりを持つということが社会人になってから大事なことじゃないかなと個人的には思ったりします。だからフェナティももしかしたらそういう権力者に盾ついたとしても、他のねチームオーナーとかそういうものをこう動じないチームオーナーとかと仲良ければ、来季また MotoGP のどのクラスかにはもしかしたら入り込める可能性もありますし、でそこで復帰してちゃんと成績残せば、まあ、その先ももしかしたら見えるかもしれないので、ぜひフェナティね、早いは早いと思うので、また MotoGP に復活してですね、Moto2 なり Moto3 なりでチャンピオンシップ争いをしていただきたい。いやー、飛びますね。何が問題なんでしょうね。でね、今日実はね、1回ゲームごと停止しちゃったんですよ。なのでゲーム側にもしかしたら問題があるのかもしれないんですけど、ちょっとキャプチャーソフト周りもひどすぎる感じですね。いや、これだけはね、ちょっとやってみなきゃわからないってところもありますし、なんでしょう、ザクセンリンクぐらいまではね、そんなにこれ気になるレベルではなかったんですよ。ちょっとだけ駒飛びするなっていうのはあったんですけど、それでも気になるってほどではなかったんですけど、今回のブルノは相当ひどいですね。これはもしここだけやり直せるんだったらやり直したいぐらいひどい感じなんですけど、チャンピオンシップに関しては1回クリアしちゃうと、そのシーズンを全てリセットする以外他に方法がなくなってしまうので、大変申し訳ないんですけども、元2のブルノはこれでというような形で、ご了承いただければ、まあ、ちょっと今後改善できるところを改善していこうかなと思っております。さあ、9週目でございまして、まだ半分にはいってない感じですね。やっぱり1週2分っていうのは長いですね、とにかく。で、やっぱりね、走ってても長く感じます。で、ここら辺からやっぱり独走しちゃうと眠くなってきちゃうんですよね、どんどん。で、ペースも、ちょっと乱れ気味というか、いろいろね、操作も雑になってきちゃうところが出始めるので、もう本当に自分との戦いになっていくのかなというところでしょうかね。いや、なかなかね、やっぱり20周、2分20周をずっと集中するっていうのはなかなか辛いですね。ただオーストリアに比べるとだいぶそのコーナーがね、いろいろあるので、まあ、そのただまっすぐ走ってりゃいいっていうわけでもないですし、まあ、ただ走った後の凶悪な、リアズリズリカーブコーナーばっかりではないので、そこら辺がねまだ救いではあるんですけど、それでもやっぱりなんでしょう、もともとブルノが楽しいと思っている人ではないので、20周っていうのは結構しんどいところが出てきちゃうのが本音としてはあります。いやー、ほんとね、難しいですよね。40分集中して走るっていうのがなかなかできない。多分ね、10代とか20代だったら勝ちたいとか面白いとかそういうのでずっと集中できると思うんですけど、また飛んじゃいましたね。
当これひどいですね。30代半ばになってくるとね、もういろいろ10分ぐらいでしんどくなってくるのは事実上ありますね。いやだから年には勝てないってとこですかね。でそういうことをゲームで感じるわけですけど、そうするとねロッシーってやっぱすごいですよね。おせちさんより年上で、でゲームなんて変な話ぬるい環境じゃないですか。人によっては何でしょう、座りながらねコントローラー持ってやってるだけかもしれないし、まあ、椅子に座るのかそれとも床に直で座っちゃうのかとか、いろいろなんて言うんでしょう、楽な姿勢でできるっていうのもありますし、バイクレースゲームでも別に G を体感するわけでもないし、あとはなんて言うんでしょうね、雨風来てもそれが自分に降りかかるわけではないので、体力の消耗とかそういう体力的なところで言えば全然楽なんですけど、ロッシはこれをね G とかこの環境のね厳しさっていうものを味わいながら20周ずっと、しかも 1000cc のモンスターマシンを操りながらゴールを目指すっていうのはね、本当にねこれすごいなと思うんですよ。でその速度もねゲームとは全然違う体感速度をずっと浴びながら感じながら走るわけなので、集中力切れちゃうとね逆に重大な事故に発展する可能性もあるので、集中しながらでしかも上位で常に走ってるわけですから、これは本当ねやっぱりレジェンドと言われるだけのものはあると思うんですよ、ライダーとしてはそしてはあるんですけどね、問題はねちょっと人間的な問題でちょっといろいろねレジェンドらしからぬところはありますけど、ただ人間はね完璧な人間はいないというのは当たり前のことなので、まあそういった面でね少し目をつぶる必要性もあるのかなと思うんですけど、ただなんでしょうね、ちっちゃい子たちがねそれを見てなんでしょう、ライダーになりたい、ライドを目指すライドを憧れるっていうこともありますんで、やっぱりその憧れの対象となる人は、まあ、F1 とかもそうですけど、人間性の部分ですね、カメラに映ってる間の人間性だけでもきちんとしないといけないのかなと個人的には思ったりします。だからね、ライダー同士で慣れ合うっていうのもそれは良くはないとは思うんですよ。やっぱりその競争ですし、いや本当駒飛びすげえな、いろいろそれはねモヤモヤする部分っていうのはいっぱいあるとは思うんですが、それでもなんて言うんでしょうね、必要以上にね攻撃的になるで、特に場外でレース終わった後も必要以上に攻撃するっていうのはちょっとね見てる側としてはちょっと嫌な感じかなと、それはそれこれはこれっていうことにできないのかなっていうのもありますしね。でうちの子なんかもお寿司さんがこういうバイクレースゲームとかやってたり、あとリアルモト GP 見せたりするんで、4歳にしてマルケスとロッシが好きって言い始めるっていうね、ちょっと親としては複雑な心境になったりはするんですよ。でマルケスが乗ってるホンダのバイクがかっこいいとか、ロッシが乗ってる青いヤマハのバイクがかっこいいとかね、将来乗りたいとかライダーになりたい、早く走りたいとか言うんですけど、親としてはねすげえ微妙だったりするので、見てるだけにしてくんないかなみたいなところはあるんですけど、やっぱり子供ってねそういうのを見て純粋に憧れる面っていうのがどうしてもあるので、まあ、やっぱり人間としても憧れを抱かれる選手たちにはしっかりしてもらいたいなというところはあったりします。だからそういった点ではマルケスはねよくやってるのかなと思ったりするんですよ。特にその見てて見苦しい点っていうのはそこまでないのかなというところですね。ちゃんとライダースミーティングとかも出てるみたいですし、まあ若いのにしっかりしてるのかなとは思うんですよね。まあ、ただねオフとかそのカメラで映ってないところとか記事になってないところっていうのはどうかは分かりませんけど、ただやっぱりプロだと思うならそういったところもしっかりしないといけないのかなと思ったりもするんで、まあ、今後ねロッシュもどっかで治ってくれるといいなと思うんですけど、あれも個性と言われたらそれまでなんでしょうね。さあ12周目入ってもほぼ独走ですね。駒飛びがあるんで若干見づらいところありますが、これはもう
そうですね、元2が終わってから今ハードディスクなんですけど、これを SSD に変えたりして改善するしかないのかなというところなんですけど、シーズン途中でね変えちゃうとゲームデータが下手したらなくなる可能性もあるので、ちょっとこの元2のシーズンはもう今の環境でなんとかやっていくしかない。でキャプチャーソフトでいいのがあればそこら辺変えてどうにか、ごまかし対応して、根本的改善はこの元2が終わってからちょっと考えようかなというところですね。いや本当駒飛びしますね。何が問題なんだろうね。今までこんなことなかったんですけどね。だからキャプチャーソフトのせいかな。やってるときは駒飛びはしてないので、キャプチャーソフトがダメすぎるのかもしれないですけど、まあ、もしかしたらゲーム側にも何らかしら問題が、マイルストーンですからね、ゲーム側もあまり信用できないっちゃ信用できないですね。たまにゲームがバスンと落ちちゃうこともあるぐらい変な感じなので、どっちが言っても言いづらいんですけど、まあ、ただ改善できるところ可能性をね潰して、なるべく滑らかに1レース取れるような環境っていうのをちょっと目指していきたいなと思っております。いやーほんと駒飛びしちゃうとねちょっとね慣れちゃいますよね。今喋ってリプレイを見てるこっちも慣れちゃうので、やっぱりね、これはこれからYouTube に上がってそれを見られる方にとってはちょっと不満が残っちゃうチェコかなという感じですね。で元2に関してはちょっとね、予選でルティが非常に危ない転倒してしまってタンカーで病院送りになって、結局、チェコは走ってないのかな。ルティ自体は大丈夫だったんですけど、ドクターストップがかかって、チェコは見合わせという形になりました。でやっぱりね今年はこのゲームの中だけでは元気に走ってくれてますけど、一人ね亡くなってしまった方もいるので、やっぱりそういった事故をね見ちゃうと、もうちょっとねいろいろ複雑な心境になっちゃいますね。やっぱり何でしょう、別にファンじゃなかったとしてもそのライダーの、でもやっぱり今年はそのライダーたちで走る年っていうのがあるので、やっぱりみんながみんなねできれば5台満足で1から18戦まで戦って、来シーズンまた頑張るためのお休みに入ってくれるっていうのが一番見てる側としては喜ばしいことなんですけど、今年はそれがもう叶わないので、これ以上ねそういった重大事故起きないことを願いたいばかりなんですけど、ルティがここでちょっとバイクに巻き込まれながら転倒でちょっと危ない感じで、転倒した時もリプレイ出てましたけど、ちょっとねもう何でしょう、巻き込まれてグラベル滑ってる時には意識がないような感じの転倒していたので、ちょっと一瞬ヒヤッとしましたけど、ルティは、大丈夫だったというような感じの元2でしたね。で予選に関しては残り、まあ、5分ぐらいで、レッドフラグが1回立って、レースを一時中断と。すごい飛びますね。何これ本当ひどいね。これはちょっとキャプチャーソフト最悪ですね。本当見直さないと大問題ですね。という形で、元2はルティを抜いたメンバーで走っていくわけなんですが、まあ、ちょっとびっくりしたのがザルコのクソ遅さ。確かね最終結局10位ぐらいまで上がったんですけど、それもこれも転倒がね、あったので、上位ぐらいで転倒が結構あったので、それで繰り越し繰り上げというような感じで順位アップして、最終が 10位じゃないのかな、途中まで15位以下だったんですよ。で、あまりザルコ自体は速くならずに、転倒のため繰り上げ繰り上げでポイントは取れたんですけど、上位には全然出てこれなかったという感じでしたね。でちょっと驚いたのが、サムローズがね結構無茶なライディングのサムローズがしっかり生き残って3位4位、それぐらいにいたのがちょっと驚きと嬉しいところでしたね。でそう考えるとリンスはやっぱり常に走れば上位にいるというか、なんでしょう、雨でもドライでもあんまり関係なく、安定した走りをしているので、リンスは速い
しい才能があるのかなと思うんですけど、ただなんか本人にねそこまでなんかその勝ちたい欲求がないらしいので、そこがね問題なのかもしれないですね。早いけどそこまでどうしても勝ちたいみたいな、ザルコとかねサムローズとか見てれば分かると思いますけども、サムローズのあの勝ちたい勝ちたいオーラはイギリス人特有ですよね。こけても起き上がるっていうね、あのガッツがイギリス人の特徴なのかなと思うぐらい、やっぱり前に行きたい勝ちたいっていうのが見てても伝わってくるんですけど、あんまりねリンスに関してはすごいスマートに回って、そこまでなんか何が何でも勝とうっていう感じではないのかなっていうのは、走っている姿を見てもそう感じちゃうところがリンスの特徴かなと思うんですけど、ただリンスもすごい若いですからね。で一方のザルコとかっていうのもやっぱりそこまで若くない、もう20代中盤後半ぐらいに差し掛かるような年齢なので、まあ、そのいわゆるジェネレーションギャップ的なものがあるのかもしれないですね。今の10代とか20代前半っていうのはそこまで情熱的ではなくて結構ドライなのかもしれないですね。でもマルケスもね、まあでも20代中盤かということなので、なんかそういう世代みたいなのがもしかしたらあったりするのかもしれないんですけども、元津の一番の驚きはフォルガーですね。ジョナス・フォルガー、別にバカにするわけじゃないんですけど、おせつさん的にあまり速いライダーだとは思ってないんですよ。でテック3、来季テック3ですね、テック3にザルコと一緒ですかねに行くらしいんですけど、なんでっていう感じもあるフォルガーさんがですね、このチェコではぶっちぎりの独走をかますというね、すごい速いライディングを見せたというのが驚きでしたね。結構2位からも結構な差をつけて独走でフィニッシュしたので、まあ、あのチェコは得意なのか、それともなんかとにかくね前日がドライだったので、まあ、セッティングがねみんな外れて、フォルガーはセッティングが大当たりしたのかっていうぐらい、差ができたのが今回の元通チェコの元通だったのかなというところでしょうかね。で元 GP に関しては、雨がね元通後半からもう上がり始めてしまって、元 GP スタートする頃にはもう上がってたんですね。で曇りになりまして、であとは路面が濡れているだけというような状況からのスタートだったんですけども、やっぱり MotoGP も予選はドライだったので、まあ、結構浮き沈みが激しく、ヤマハ組が全然ダメというようなところからのスタートという感じになるんですけども、やっぱりね雨の日っていうのはドカティが早い、ドカティ王国ができるんですね、序盤から中盤にかけて。で今回も王様であるドビッチさんがと思いきや、オーストリアで優勝したイアン・ノーネ特攻隊長がですね、首位を取ってずっとリードをしていくわけですけども、バルベラがねここで出てくると、でレディングが出てくるっていう、なんか最近のねドカティの雨の日の、ドカティ王国を形成する4人衆みたいのが、出てきてぐるぐる回っていくと。でその後にねマルケスが頑張ってホンダが食い込んだりするんですけど、今回はロッシもロレンソも、まあロレンソはねもう雨の日はもうダメなんだろうと思うんですけど、コースアウトしちゃいましたね。まあロッシもね、中盤に沈むというなんかいろんな事態になっちゃいまして、でただロッシが沈んだのは路面がどんどん乾いてくるっていう状況を考慮してのリアにハードタイヤを履いたっていうところで、最初あまり速度が出せなかったのかなというところもあったんですけど、それにしてもね沈み込みがヤマハのワークスはひどかったので大丈夫かいなっていうような感じだったんですけども、ロッシは徐々に、他のレインソフト組がタイヤが垂れてくるのを境にロッシは逆にハードで上がってくるというような形の展開で、まあやっぱりロッシってそういうレースに関しては本当にすごい、いろいろ考えて、どうやったら上位安定でいけるかっていうのをすごい勉強熱心にやっているライダーなのかなと思うんですね。ロッシの強さってそういうところもあるのかな、経験とか、まあ、才能もありますけど、そのまだ走ってもないレースの展開を予想して その準備ですねっていうのはすごいのかなと思うんですよね。ただ今回一番すごかったのは、まあ、お寿司さん的にもこのチェコは神回だなっていうのもありましたけど、クラッチロですね、クラッチロさんまさかのハードハードで出てくるクラッチロさんがですね、やっぱり序盤中盤は中盤よりも下の方に沈んでたんですけども、
ソフトのタイヤだれを境に逆にものすごい勢いで上がってくるというような感じでどん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 、トップの方に来まして最後は結局1位になると。でしかもラスト1周で1位とかじゃなくてラスト5周とか6周ぐらいでね1位になったんですよね。1位になりましてで、ジータスの実況解説が散々クラッチラーこけるクラッチラーこけるっていうねこけることで有名だと散々バカにされながらもいやまあコケッチローだったんですけど今年は本当にコケッチローさんだったんですけど、見事ね優勝すると。で途中ね LCR の、 あのルーチョさんとかにも抑えろ抑えろとみんなでクラッチローのコケを心配しているというねそんな感じの展開だったんですけども今回クラッチローさんはこけずにですね見事初勝利ですね初優勝という素晴らしい快挙を達成するという感じでしたね。で確かザクセンリンクでは2位を取っててでも変な話ですけど鈴木さん的にもずっと2011年から見てきてもともと MotoGP 見始めるきっかけになったのもクラッチローが、テック3でドビチさんと仲良く回ってるのを見てあテック3のマシーンM1 ですねかっこいいなっていうのもありましたしそのクラッチローのコケでも立ち上がるっていうライディングというかライダーを見つけてあこれ面白いなっていうのもあって見始めたのきっかけだったので本当にね、どのライダーも好きですよこんだけ言ってますけどロッシだって嫌いじゃないんですよ、みんながみんなねすごい才能を持ってて面白いレースをしてくれるのでみんな好きは好きなんですけどその中でもクラッチローさんだけは特別名指しで、そうですね好きだと言えるぐらいのライダーなんですけどもようやく優勝しまして、イギリス人だと35年ぶりクラッチローのゼッケンも35番というねすごい快挙でございますしあとはお子さんがね生まれたんですよねでここからがクラッチローの変なところですけど優勝してバイクで戻ってきてチームメンバーと喜ぶのはいいんですけどその後ねだいたいテレビのインタビューとか入るんですけど、スマートフォンを持って電話し始めるっていうねそれもそれで今までない快挙なのかもしれませんねいや嫁さんに言いたいのもねお子さんに言いたいのも分かるんですけどまずね仕事をしてる最中だしテレビすっぱ抜かれてくからまずそれ後でやれよと思うんですけどまあクラッチローらしいしクラッチローをよく理解してくれてるいいチームなんだろうとは思うんですけどスマートフォンを渡されて、話し込むというねでそれをテレビですっぱ抜かれてるっていうまあなんかクラッチローらしいねっていう感じだったんですけどまあものすごくそういうのも好きですしまあ甘やりすぎてね司会進行の妨げになっちゃうのダメですけどまあ、ただ初優勝で一番最初に伝えたかったのがやっぱり自分の、ね、好きな嫁さんだったのかなって思うと、まあ、しょうがないのかなとは思いますけどねただお前テレビ撮られてんぞそれっていうところではマイペースな人なんだなとは思いますし、まあ、そんなマイペースでこけまくってるクラッチローを、ね、ずっとクビにしないで使い続けてくれてる LCR っていうのも本当にありがたい感じですね。去年ミラーもいたんですけどね結構ねお金もねクラッチローさんぶっ壊しちゃうのでかかるということで、まあ、それでミラーがいなくなったかどうかっていうのは分かりませんけどミラーはね違うチームに移籍して、まあ、ホンダ系列なんですけど違うチームに移籍してという形でクラッチロー一人体制のチームでやっぱりね一人体制なんでねなんとかねチーム喜ばせるっていう意味でも、まあ、2位でもね多分みんな喜んだと思うんですよ。こけまくってるクラッチローが2位取ったすごいっていうのはねただテック3でも取ったことがあるので、まあそのね、取ったことない優勝っていうのを今回のLCR で取れたっていうのは本当に貴重なチームに対してのお土産だったのかなというところもあって見てる側のこちらとしてもすごい喜ばしいというかもう今年クラッチローさん仕事しなくていいよっていうねやっぱりね頑張ろうと思うとねクラッチローいつのこれまでを見ちゃうとねこけちゃうのでもう2位と1位取ったしもう今年終わりでいいんじゃないですかみたいな無駄な車体破損をしてですね、チームの財政を苦しめるよりもまあまあ安定した走行していただいて、成績残していただいた方がファンとしてはありがたいっすっていう感じなんですけどまあやっぱりねこけても立ち上がるクラッチにそんなこと通用しないんだろうなと思う感じのところはありましたけどただやっぱり優勝っていうのはねやっぱり自分の好きなライダーが優勝するっていうのはいいことですよ本当に。まあただやっぱりねこんだけねジータスのこ
こけるで有名で切れてましたけど、そんなこと言うなって思ってましたけど、やっぱりでも内心では大丈夫かなっていうのはずっと見ててハラハラしてました。で、あのクラッチローね、ハードハードは狙ってたんだみたいなこと言いますけど、ギャンブルだとかうんとか、ハードで行くの当たり前だろみたいな、ハード選ばないのは何なんだみたいなこと言ってましたけど、ただやっぱりね、あの見ている側としては、クラッチローさんは、なんでしょうねまあ若干考えた部分もあるんでしょうけど、基本的にはノープランだったんだよねっていうのは、なんとなく見てて思います。っていうのも、あの走行ラインが、まあ何回も言いますけど、乾いてきてる時のドライに乗り続けるっていうのは、ハードであってもソフトであってもタイヤを、ね、著しく消耗するラインになってしまうので、ベストラインではあるけども、残り周回数的に考えると若干ね、他のライダーたちは今回もやってましたけど、あの濡れてるところに入ってタイヤをいたわりながら走るっていうことも、あの長いレースをやっていくでは大事だと思うんですけど、クラッチローさんね、ずっと見てたんですけど、ずっとドライのベストラインを走りまくってるっていうね、お前それタイヤ持たなかったらどうすんだよって思いながらずっと見てたので、あのこけなかった方が不思議っちゃ不思議で、イアン・ノーネはやっぱり頑張りすぎてしまったっていうのもありますし、彼のライディングスタイルからするとタイヤすごい痛めつけちゃうドカティっていうのもありますし、っていうのもあるし、あとミシュランのね、あのタイヤの質がちょっと微妙だったのかなっていう部分もあるのかもしれないですけど、タイヤが持たずにフロントがね、真ん中がぶっ壊れるっていう、ちょっと大丈夫これっていう状態で、途中走って、まあ残り周回数少なかったんですけどね、何とか走り切った感じではあったんですけど、やっぱり成績はどんどん落ちちゃう感じでもあったので、ただやっぱりモンスターマシンですからね、バーストして重大事故につながらなかっただけマシなのかなと思うんですけど、まだね、イアノーネもこれからの人だとは思うので、来年鈴木ですしね、重大事故で長期離脱とか、挙句の果てで引退とかっていうことにならないようにしていただくのがね、一番いいんじゃないかなと思ったりもしてますけども、まあちょっと ごめんなさい、今回ねブルのお話はコマ飛びとかでイライラしながら全然できなかったんですけども、まあ要はね、あとはね、もうクラッチローが優勝したこのコースでもありますね。じゃあ MotoGP の時に話せよっていう話でもあるんですけど、いややっぱりね、クラッチローの優勝すごいんだよ、すごい、本当にすごいんだよっていうねずっと見続けてようやく98戦目だぜっていうね98戦目で優勝だぜって、マルケスとかロシとかロレンソ見慣れてますからね、あの優勝するのは当たり前みたいな、大体の人もファンはそこら辺集中すると思うので、優勝するのは当たり前じゃんみたいなとこあるかもしれないですけど、クラッチローさんは初優勝するまでに98戦もかかったんですよ。98戦でようやく優勝っていうのもものすごくね、頑張ったよクラッチローっていうねところもあるので、まあちょっとね、そのお話になっちゃいましょう。いや本当ね、こういうライダーっていうのもね、やっぱりこういう競技にはね必要なんですよ。マルケスとかロレンソとかロッシみたいな、あの人気者も必要だったり、技を見せる職人も必要だったりしますけど、ただなんて言うんでしょう、情熱だけで生きてるような人間っていうのも、レースとしてはあるとね、パーソナリティ個性豊かになってていいんじゃないかなと思います。さあ、コマ飛びがひどかった、チェコグランプリブルノサーキットですけども、最後のホームストレートに入ってのゴールとなります。いやー、ほんとコマ飛び失礼いたしました。はい、ということで第10戦チェコグランプリブルノサーキットですが、1位フィニッシュという形になりまして、レースタイムが41分12秒という形になります。順位の方が1位がロレンソ・バルダッサリ、2位がヨハン・ザルコ、3位がサム・ローズ、4位がアレックス・リンス、5位がジョナス・フォルガー、6位がトーマス・ルティ、7位がフランコ・モルビデリーカというような形になっております。ポイントランキングですね。ポイントランキングの方が1位がロレンソ・バルダサイ258ポイント、2位がヨハン・ザルコ189ポイントで2位に浮上という形ですね。で、3位のアレックス・リンスが187ポイントで、3位に、ダウンという形ですね。4位がサム・ローズ161ポイント、5位がフランコ・モルビデリ129ポイント、6位がジョナス・フォルガー116ポイント、ナルティ102ポイント以下というような形になっております。さあ、やっぱりですね、やり慣れたコースとやり慣れてないコースではだいぶいろいろ
セッティングの仕方から何から違うというのが今回オーストリアチェコで分かったのかなというところでは、経験というのは大事という形ですね。 We're joining you live from the Silverstone circuit for this historic MotoGP World Championship event. はい、次戦がですねイギリスのシルバーストーンとなっておりまして、さあ天気の方を見てみましょう。晴れですね、晴れという形で久しぶりの晴れですね。シルバーストーン、個人的には、MotoGP15 の時に、24時間もかかってないんですけど、18戦ぶっ通しでフルレースをやっていくという中でシルバーストーンかなりボコボコにされた、まあ、ちょっとねあの12時間後、約12時間後のレースだったので、まあ、12時間後にやるということでだいぶ集中力も切れてたのもあると思いますけども、まあ、かなりね、苦戦する羽目になるポイント、もう後半ボロボロだったんですけど、それが、シルバーストーンから始まったというのもありました。シルバーストーンはかなり苦手というか、なんかいい思い出がないというようなサーキットになります。ただあの別につまないわけじゃないんですけどね、難しいっていうだけですね。まあ、なんて言うんでしょう、ここ何に似てるのかな、最初の1コーナー抜けた後のストレート終わりの S 字なんですかね、あれはちょっと分かんないですけど、連続コーナーのところが、飛び込む速度と、コース次第ではコースアウトするまたは、集団の中飛び込んでいくと、当たって転倒するっていうね、超ハイリスクなコーナーがあったり、あとは何でしょう、L 字っていうのかな、まあ、試験というかもうすごい直角カーブみたいなところがあったりする、ちょっと厄介なコースなのかなシルバーストーンはっていうのもありますが、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思います。ということで本日はですね PC ゲームのバレンティーノロシザゲームに入っている MotoGP シリーズ、Moto2 チャンピオンシップバルダッサーリ編第11戦チェコグランプリブルノサーキットを撮ってみました。次回はですね第12戦はイギリスグランプリとなりまして、シルバーストーンでのレースとなります。いつもですね長い動画見ていただき本当にありがとうございます。ご意見等々ございましょう、件 YouTube のコメント、またですねご質問に関しても分かる範囲であればお答えさせていただきますので、何かございましたらこちらも合わせて YouTube のコメントの方いただければと思います。なおですねこちらのゲームは Steam で、売っている PC 版のゲームとなりまして、日本語は入っていない外国版という形になっております。価格の方が4980円ぐらいというような形になっています。日本語版に関しては、PS4 版のみなんですけども、インターグローさんから発売されておりますので、日本語でやりたいという方はですね、PS ストアで買うなり、お店でディスク版を買うなりしていただければと思います。それではですね次回第12戦イギリスグランプリシルバーストーンサーキットでお会いしましょう。ありがとうございました。